はい、こんにちは。医学の堀です。小野沢です。はい、ということで前回に引き続き新作シューズの第2弾のご紹介ですね。今回はこのサイドゴアブーツで、この形もね、医学初めてですね。またこの間の形とは全然違って、そうですね、印象が変わりますね。やっぱりこの前のはもうドカジュアルなブーツじゃないですか。で、次にご紹介するドレスシューズがほぼドレス寄りなシューズで、サイドゴアはね、結構その中間的なイメージ、ドレスライクっぽさもありつつカジュアルでもいけるようなね、デニムに合わせても全然合うじゃないですか。そうですね、うん、なので結構汎用性は高いブーツになってます。ちょっとこちらをね、詳しくご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、靴にはですね、製法がいろいろありまして、パッと見この小刃の見た目がですね、ノルウィージャンウェルド製法っていう製法がありまして、その製法の靴かなとパッと見思うんですけど、実はマッキー製法 で、製法について、詳しく話すとかなり長くなってしまうので、詳しく知りたいという方はぜひ調べていただければと思います。で、マッキー製法なんで比較的、重さは軽いんです。軽くて、最初から履き心地がいい製法になってますね。ここがチェーンステッチになってます。一つの特徴にアクセントになってますんで、シンプルなサイドゴアよりもちょっとデザイン性が増してますね。なんかちょっとアミアミしてる感じですね。そうですね。で、サイドゴアブーツなんで、サイドゴアですね、一番の特徴はね、脱ぎ履きがねすごい楽なんですけど、このデザインなんですけど、もともと四角にしてたんですよ最初。どの部分をですか？ここです。ここ、ここのね。あ、ここですか？ちょっと今丸くなってるじゃないですか。そうですね、最初結構ねガッっていう感じで四角くしてたんですよ。イタリアのね、工場の方とちょっと後ろの代表が話し合った結果ですね、四角くしすぎるとどうしてもそこに裂け目が入っちゃったりとか、若干この伸びの可動域がね狭くなっちゃうっていうのがあって、いろいろ話し合って最終的にこういう結果に落ち着きました。そうだったんですね。またいい感じの丸みですよね、うん、でもこの形も丸すぎず、そうですね、でも四角すぎずみたいな感じで、この靴のこの側面のデザインとすごい合ってるなっていうか、うん、その角度みたいなものとか、なんか統一感あって綺麗だなって思います。染色はベルトのね、以前紹介したの同じジェムストーンシリーズになってます。こちらがラピスラズリーという色で、天沢さん持ってもらってるのがフローライトという色ですね。あともう一色ユナカイドというね、緑っぽい色があるんですけど、ちょっと今心斎橋店の方が、2周年イベントやってまして、そちらに、持って行ってるので、今ちょっと現物はないんですけども、ぜひ心斎橋ね、お近くの方は足を運んでいただければ見ることができますので、ぜひよろしくお願いします。サイドゴアブーツの染色は、前の動画で紹介したラバーソルブーツとちょっと染色の仕方がね違くて、ちょっと印象違いますよね。前は正面から見た時結構全部暗い感じだったんですけど、これはですね、全体的なムラ染めな感じで色鮮やかな配色になってますね。同じね、前に以前紹介したフローライトも、おそらく正面から見た時も前のラバーソールとはだいぶ印象が違くて、前の紹介した靴のタイプの方が全体的に色のコントラストが結構パキッと分かれていたかなっていう印象です、うん、はいはい、だいぶもやがかかったようなね。そうですね、うん、またこれはこれで全然趣が違って、うん、どっちもいいなって思います。あえて変えてるってことですね、うん、そうですね。はい、じゃあ一通りご紹介終わったんで、実際ちょっと履いてみて、裾をかぶせた状態と、まあ、ロールアップして全部見せた状態のちょっとイメージの違いなんかを、見ていただければなと思います。というわけで、先々週に引き続き裾を下ろした状態でちょうどサイドから見えるんですね、うん、チラッとこんな感じでロールアップしても可愛く履けますし、普通に裾も下ろしてもおしゃれきれいめに履けるっていう。で、色のグラデーション分かりますかね。やっぱり先々週のものに比べると結構全体的に明るめかなっていう印象が私はあります。そうですね、でもやっぱりこうやって先っぽは暗めに作られてますね、うん、はい、というわけで今回サイドゴアブーツ、きれいめにも履ける、カジュアルにも履けるって、そのちょうど中間ライン、そうですね、はい、でこの間の靴はもう完全にカジュアル寄りっていう感じだったんですけど、うん、やっぱり同じパンツがカジュアルめでも合わせる靴によって全体の印象ってだいぶ変わってくるなっていう感じがしました、うん、そうですね、洗濯レース入ってるスラックスじゃなくてちょっと緩めなねパンツで履いてきたんですけども、
やっぱり、まあ、デニムもそうですけど、カジュアルなパンツに合わせても、以前紹介したラバーソルブーツは、まあ、カジュアルなパンツに、まあ、バッチリハマる、まあ、カジュアルスタイルになるんですけど、まあ、こういうサイドゴアブーツは T シャツにデニムとかでも一気に上品なスタイルに格上げしてくれるブーツかなと思うので、まあ、結構そういうきれいめな格好が好きな方は特におすすめなブーツですね。それぞれの良さがありますね、うん、そうですね、この間のものと今回のものと、うん、モードな雰囲気好まれる方、ファッションを好まれる方はサイドゴアブーツ結構おすすめですね。あと靴見てていくつか気づいたことがあって、一部だけここに滑り止めがついてて、そうです、一応ねサイドゴアブーツはあのドレスとカジュアル中間ぐらいの位置なんで、一応ソールは、レザーソール使ってるんですけど、それプラスここにねちょっとラバーをね滑り止めをつけてるので、まあ、上品さもありながら歩きやすくしてます。サイドゴアブーツによくついてるこの掴む部分もちゃんとついてるから、うん、そうですね、こう可動域広がって履きやすい感じなんですかね、はい、ということで今日は、ね、以上になります。横浜店第2第4日曜日営業拡大しましたので、ぜひ日曜しかお越しになれなかった方もぜひお待ちしておりますということで、はい、はい、また次回の動画でお会いできればと思います。はい、また次回も楽しみにしていただけると嬉しいですさよなら、さよなら。